今日は何の日ですか？今日大晦日です。大晦日、はい、大晦日にも僕は歌舞伎町にいますよ昨日年間の締め日が終わってね、はい、無事に今年も終わった年末年始の連休だと、はい、普通の人ならなるところ、はい、大晦日僕は歌舞伎町にいますよ。じゃあ昨日が仕事納めではなく今日が仕事納めですか？まあ実質そうですね、まあ、一応年間の締め日は昨日だったけど2023年の12月31日カウントダウン営業、はい、実質なんかでも年間走り切った人たちも多いだろうし忘年会みたいな感じじゃないですか。最高級イケメン映してるんですか？12月の最後に映しちゃってますか？一番最初にこの何百人って中の一番最初の入客龍也おろいっすね。藤原さんマジでエグいっすね。カウントダウンイベント初参戦ですけどいいっすね。僕は年越すのホストクラブでするの初めてかもしれないです。撤退します。撤退しました。カウントダウン営業どうですか？久々にこんな人がいっぱいいるの見たかもしれない。あんま何もできなかったんで個人としてもお店としても来年はなんかすごい盛り上げてくれる客とか出たらいいでもすげえ高額があるって感じではないっぽい。5月とか6月に会長杯っていうのがあるんですけど、その会長杯の人がやっぱ1位とか500万2000万とか行って1万取れるかなって感じなんですけど、今日はなんか分かんないですけどそんな感じじゃない。みんなでも顔はあれですか、割と今年やりきったぞみたいな人も。いやもうでももうなんかちゃんと仕事モードになったんで、もう2024年が始まってる感じですもうみんな気持ちは年越しちゃってるっていう。今日はエイジプロデュースカウントダウンイベントにお越しいただきありがとうございます。もう3位入れなかったです。惜しくもマジで惜しくも。あ、そうなんですか。え、みんなに新年の挨拶しました？誰にもしてないですまだ誰にも会ってないですね。あ、ネクストのキャストぐらいはしました、まあ、それではね、東条さん終わりましたけど、皆さん隣の姫をね今夜は大事にねハッピーニューイヤーしてください、はい、ね、そうだよね。そうですよね。タリム総本店の松岡大が部長ですか？部長、もう多分そろそろ取締役の部長です。そんなタイガさんが、ハーレムで年間3位、年間3位だね。年間3位で、1億1000万オーバー。マジすごいっす。1億2000よ。いやいやいや、その過去のものを持ってきたらよくないっすよ。まあ男前だね。違う違う違う、俺多分来年以降もう売れなくなっても俺億1000万プレイヤーだから言う俺は言う。いやだから今年もう一回ちゃんと1億やりたいなと思って2021年の抱負みたいな。そういう作りだよ。そういう作りだよ。僕2021年1億売って2022年マジ何も考えてなかったんで、むしろ何もやる気が起きないのがあったんで。いや昨日締め日終わって今終わってよかったの日。あ、そうだよね終わって僕だからカウントダウンに出れるのマジすごいなと思います。あ、てかグループ3位グループも3位。そう、3位までって結構大事ですよね。3位でかい。グループの1、2、3、4全部ハーレムの中で戦いだったから。いや僕も来年そこ入れるように頑張ります。お疲れ様。いやもうすごい、あー
しんどかった。俺なんかケージプロレス年間売上1位、12月の売上が5200万で年間1億9100万とか。えぐい。はい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 。お前見てたの？その数字は。まあ、去年あのトーマがね、グループの年間1億5000万取って、はい、俺の中では一番トーマと付き合いが長くて、うん、1回も負けたことがないトーマが輝いたというか年間1取った、うん、嬉しい反面悔しさも若干あったから、うん、よしトーマこそかなんで迎えた2023年で、うん、上半期終わったタイミングでレノとね、その時もレノと一緒にやってたんですよ。賞金10万差で負けて、うん、悔しいなみたいな。でだんだんいや1番取りたいなっていう風に変わっていって、うん、2人で売上が上がったって感じ。抜いて抜かれてずっとやってたよ。ほんまにしんどかった。レノもしんどかったと思うし、うん、俺もほんまに違うもんかもしれない。だからこの2人以外はすげえなーって戦いを見てるんですよ。もう戦う土俵が違いすぎて、今年に関してはですけどね。いや俺がここまでやりきった後のカウントダウン絶対出ないですよ。それでも出た歌というのはすごいですね。まあ忘年会みたいなテンション。そうそう、俺もなんか今日言っててなんかもうこれはすげえこう頑張るドカンっていうよりもなんか同窓会とか忘年会みたいなイメージで聞いてる人多いと思う。めちゃくちゃ言い方ちょっと悪いけど、今日のイベントカウントダウン営業でもし1000万とか2000万とかババーンって上げてきてもよう頑張ってるやんぐらいのテンションで、まあ、年会に小さいからね、それは俺は言えないですよ、それはって感じで、2023年度 AKG プロデュース年間売上1位で終わったうたくんでした。それではこんな格好でお疲れ様でした。お疲れ様でした。一応ちょっとあの常連のちょっと忙しすぎるらしいんで、ちょっとあのインタビューこういう形で、2023年どうでしたか。悔しかったそうです。2024年は、まあ、抱負を聞かせてください。年間ナンバーワン取り返すそうです。マジですごいんですよ、あれは本当に。明けましておめでとうございます。今年も、僕の唯一の上司としてよろしくお願いします。いやこちらこそ、はい、いつもありがとうございます。こんなに頑張ってるのにカウントダウン営業まで出勤されて、まあ、何度も言いますけど僕がプロデューサーの立場だったら僕は出ません。ヘルプ回りもされてましたもんね。今日はあの洗濯回りたいなって、ちょっといろいろあって全部はいけなかったですけど、ね、はい、今年の目標みたいなありますか。個人的にもなんか、まあ、ハーレム管轄で、ハーレムス本店が年始からまた遺跡の方が入ってくれたりとかで、あとは幹部の成長もあって、結構僕がこうしてこうよっていうのを多分いない状況でもある程度こう共有してくれる状況になってるんですよ。なんでもちろんこれからもこう注力はするんですけど、あとはまあネクストと千葉タクトの方もしっかりこう自分の体を入れたいなっていう思いがあって、って言うと思ってました。頑張ります。まあでも改めて2020年お願いします、はい。よろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。はい。という感じで、2023年度の、大晦日カウントダウン営業が終わりました。改めまして明けましておめでとうございます。2023年度も、ネコーストダイヤをご視聴いただきましてありがとうございました。2024年度はもっと、更新頻度高く頑張っていくので、これからも応援よろしくお願いします。